キーパーが後藤、ディフェンスラインが河合歩夢、熊本、野田、小野、そしてダブルボランチに藤田と南、サイドハーフに伊坂と千谷、トップ下が国分、ワントップに藤本を予想しています。続いて秋田です。キーパーが囲い、ディフェンスラインが高田、阿部、川野、斉藤で組む4バック、ダブルボランチに田中宏と藤山、サイドハーフが畑と三上、ツートップに青木と梶谷です。頭でつなぎます。しかしセカンドボール秋田です。浮かせて高田がここにいる、中に入れていく、ストレートシュートボール、抑えました。高田選手のあの、まあ、本当落ちを這うようなというかね、はい、今日最初のシュートになりました。前線裏に抜け出しているタイミング、梶谷、梶谷の折り返し、三上がいる、その向こう側、青木、枠の外、頭を抱えます。まあ、シュートを今、まあ、外したのは青木選手ですけど、裏に抜け出した17番の梶谷選手の、 あの、裏抜けのタイミングですよね。藤田中に入れていく、藤本から国分、国分左足、ポストまだあります。コーナーキックです。ここでも野田と熊本近くにいます。ニアサイドシュートの辺、ポストだ、押し込んだ、最後はチアゴ、はい、ずらしたところ、ニアサイドでずらしたボールを最後ポストで跳ね返って押し込んだ。先制は山形です。改めて見てみましょう。まあ、最後こうガチャガチャっとこうニアでなったの、野田選手が遅れて、ね、飛び込んできて、でもボールにしっかり頭当ててんのは野田選手ですね。ですね、はい、小野は使わず向き直しました。国分、そして河合歩夢、幅を取った伊坂善意、仕掛けていきます。折り返し、藤田のシュート、弾いた、チアゴロベス、またまたビッグチャンスを作りましたが、秋田がしのいでいます。最初藤田選手ですか、藤田のヘディングがありましたね。頭で前線に送る、空中戦が続きます。藤田シンプルに前線、伊坂善意を使います。スピードがある、中を見て2人入ってきた、藤本のヘディング、追加点山形2対0。クロスボールにしっかりと合わせていきました。藤本今シーズン3ゴール目、伊坂から藤本ですけど、藤本選手、藤田選手のこの背後への、ね、スペースをうまく利用したこのパスもちょうどよかったし、伊坂選手の間を取って、はい、藤本選手の駆け上がりを、まあ、若干待ちましたよね、ここで、はい、ちょっと内側向いてしっかり見て、で上がってきたところを見ながら、うん、はい、キーパーの囲い選手も出にくいところにしっかりとボールを送って、相手陣内に押し込んでいるシーンも見られる後半の秋田です。キッカー大きいの、早いボール、ヘディング、いいボールでしたね。スピードのあるボール、見事決めていきました。斜めから見ると少しで体半分出てたような気がしますけど、これはもうフラッグ上がらなかったんでオンサイドですね、はい、秋田はいいタイミングで1点を返しました。2対1。高田、吉田すらした、庭塩、いや、いいボールだしね、はい、可能性を感じる飛び込みですよね、山形のゴールキックからです。ここで試合終了の笛、モンテディオ山形、渡辺対戦になって初の連勝、ようやくチームの歯車が噛み合い出したことを印象付ける白星です。
一方の秋田は2連敗、アウェーから勝ち点を持ち帰ることはできませんでした。